三枚橋城は、駿河国沼津にかつてあった、日本の城である。別名、環長城。三枚橋城が築城された仮の川、川口域付近は、縄文時代以降、浮島が原付近から伸びるサスによる閉塞と、主として火山噴出物が供給されることによって陸化していった。三枚橋城付近では、約4500年前に形成されたと考えられている。 サス城の尾高地の上に、さらに、縄文時代末期に、富士山で発生した大規模な山体崩壊である、御殿場泥流の堆積物が堆積している。御殿場泥流によって、木瀬川のあゆつの滝付近を、船長とした木瀬川扇状地が形成され、扇状地の末端部分にあたる三枚橋城付近で、約3メートルから5メートルの厚さで堆積している。三枚橋城は、 もともとが刺すという微光地の上に、さらに富士山の山体崩壊によって流下した泥流によって形成された洗浄地の末端部分という地形状の高まりを利用して築城された。また、上域の東西には侵食によって谷状の地形が南北方向に伸びており、その谷状の地形を利用して堀が南北方向に作られている。百五十四年の法上史。 武田氏、今川氏により、交渉、春三国同盟が成立し、三国の境界にあたる、駿河の地には一時的な平穏が訪れた。この時期、三者は、新たな領土を駿河の外に求めて他国への侵攻を図っていた。平穏だった沼津付近が、各国の武将の争いの場となったのは、1560年以降のことである。この年に、今川義元が、 桶狭間の戦いで敗死したため今川氏が衰退し、その木に乗じた武将たちが今川領への侵入を試み始めた。西の徳川氏、北の武田氏が1568年12月に、東東海、駿河に攻め込み、今川領の東を抑えていた北条氏も武田氏に対抗するために駿河に攻め入った。三枚橋城は北条五代木といったいくつかの軍機物の中では、 A6 年間からその存在があったかのような記述があるが、信頼できる一時資料による確実な築城時期となると1579年までしか遡ることができない。この時期というのは、上杉氏の後継者問題に橋を発した高総合戦の時期である。実際の文書を見ると、1579年9月3日の北条氏政の書状には、それまで、 同盟関係があったにもかかわらず、ス津の境後沼津地、ひつきじり港と築城を避難する様子が書かれている。戦国大名同士が同盟を締結する場合、国境の取りや城は破却されるのが原則であった。そのため、どちらかが城を作ることは敵対行為であり、北条氏政にとっては、武田氏がス津国境に築城したことが重大な、明約違反として、 この書状中で、戦闘状態への突入を家臣に伝えたということで、ある。また、武田氏側も、同年9月17日付の武田勝頼書状で、大津州境、新城相津港と、上杉影勝宛に報告している。現在三枚橋城と呼ばれる、この城は、これら当時の文書には、沼津とだけ記されている。そして、三枚橋の名称は、北条五代木や 武徳編練習生など、後世の軍記物にしか見ることができないことから、追記当時は、沼津城と呼ばれていた可能性がある。ただし、この城が、近世に大改修が実施され、沼津城と呼ばれていたため、混乱を避けるため両者を区別して、中世の城を三枚橋城、近世の城を沼津城と呼んでいる。北条氏と武田氏は、沼津付近で数度にわたって戦っていた。 一例として、公用軍官によれば、同年9月に、武田勝頼の軍勢と、北条氏政の軍勢が、稀勢川を挟んで退治した。ただ、北条軍からは、自分の国を防衛するために出陣したのであって、合戦によって、他国を取ろうとするために出てきたのではないと、返答があったことから、勝頼は三枚橋城に、武田信豊、春スガ新達らを稀勢川に婦人する北条軍の、 抑さえとして配置し、自らは、徳川軍と戦うために西に向かったとある。北条宇政は勝より本隊が西に向かうと、木瀬川を渡り三枚橋城を包囲し、攻撃を開始したが、老城する、信豊、真ちらの頑強な抵抗にあって陥落させることは、できず、兵を引いた。北条軍はその後も三島に布陣し、三枚橋城の武田軍との睨み合いは続いた。 後世の軍記物の記述なのですべてが事実かどうかはよくわからないが、同様の記述は三河物語や東大記にもあるため、ある程度の事実を反映しているとされている。1582年2月には、小田、徳川連合軍の武田両進行が開始され、同年2月29日、近傍の武田氏の徳良城が、北条氏の攻撃により落城したことを受け、守備兵が動揺する。 同年3月28日夜に、新たちは三枚橋城を放棄し、落城した。かすが新たちは、海津城へ逃れており、小笠原信峰は降伏し、小田氏から本領を安堵されている。ただし、開城した三枚橋城に入ったのは、駿河から進行してきた三河国の徳川氏であり、松平忠二が上司として入城した。1590年3月27日、 小田原征伐で投下する途上の豊臣秀吉がここに滞在した。欧州の果て津軽から参陣した津軽ための部はその際にで越見し、所領を安堵された。1601年に大久保忠助が上司となり、沼津藩主となったが、1613年、忠助死去後、後継ぎのいなかった沼津藩大久保家は断絶となり、翌1614年に廃城となる。 同年には、火災がありその後、徳川忠長が治め御殿を建てるものの1641年に消失し、外堀と二の丸に開墾許可が出され、1674年田畑となった。1687年には、二の丸や土手が、また1689年にも二の丸や土手が入札され農地化が進み、三枚橋城は姿を変えていき、新たな町が誕生し、 沼津塾を形成していった。なお、同地付近での建築工事時に見つかった石垣用の石を沼津リバーサイドホテル前、アゴラ沼津前、及び沼津城本丸市で見ることができる。三枚橋城のエリア武田市時代の縄張り等の構造を知る資料は現存しておらず、不明である。大久保市時代の構造については、寸州沼津古城絵図の発見により、城郭は、 東西422メートル、南北509メートル、また与えりと丸舞出しがあったと推測される。2016年7月17日の読売オンラインは三枚橋城の推定規模について、古地図や石垣の発掘調査をもとに南北約500メートル、東西約350メートルの範囲だったと報じた。1777年に同じ場所に築かれた沼津城は、 三枚橋城よりかなり規模が小さいものであったという。水人社した町及び川桑は、かつては三枚橋城の縄張りの内側にあって、防備の重要な位置を占めたが、低出地のためしばしば洪水に見舞われ、やがて、東海道の道筋となって人化ができるに従って、上地から外れた。当地の水神社は、桑の守護神で、狩野川洪水からの守り神でもあり、 現在も、堤防のほとりに社殿のみ残されている。ありがとうございます。